ヤマハパスブレース、L スペシャルパス夏浦パスは、ヤマハ発動機が販売する電動アシスト自転車。世界で初めてシリーズ販売化され、電動アシスト自転車が世界的に普及するきっかけとなった。1993年に発売開始。当初はモーターが大きい、バッテリーが鉛蓄電池という仕様であったため、走行距離は高潮約2 0トルという性能であったが、 新しい乗り物として、同業他社のホンダ技研工業や異業種である、電気メーカーの産業電機などの参入も促した。なお、ブリジストンサイクルや、宮田サイクルなどの自転車メーカーも販売を行っているが、両社がパスの企画段階から、車体の開発、製造などに深く関与している関係から、OEM 供給の関係にある。モデルチェンジを繰り返すたびに、 モーターの小型化やリチウムイオン電池の採用、それら自体及び、それを支える車体の軽量化により、航続距離は増大。2010年代には、アシスト機能を働かせたまま 100km 以上、走行可能な機種も投入されている。また、ミワジャや三人乗り仕様などのバリエーションも増えている。また、スポーツモデルの開発。 販売も行われており、2000年シドニーオリンピックでは、競輪競技の先導者に特別使用車が採用されている。新基準対応アシスト機能付きの電動ハイブリッド、自転車パス、クイックマネーライフ、ヤマハ、パスシリーズなど電動ハイブリッド自転車22万台を、リコールブリジストン、宮台の OEM 製品も2007年5月15日家電ウォッチホームページ。 第35回東京モーターショーに出展するヤマハ主要モデルについてヤマハホームページありがとうございます。